せーのでバマンザイ、ギュシです、みゆです。はい、ということでついにやってまいりました、大型企画ですということでですね、去年の夏僕たちね、期待されてたと思うんですけども、いろいろあり大型企画できなかったじゃないですか。今回はバンバンザイらしく夏は厳しいことをしようということで、とある企画をしたいと思います。ということで今回の企画、2泊3日山サバイバル生活。思ってた山と違うんですけど、どんな山でした？思ってた山。なんかもっとキャンプ場みたいな、なんかこう石があって、キャンプ。待って、ねえ気をつけよ。まさ、絶対こけても落ちないことね。一回山燃やします。無理だから。最低。ということでですね、2年前に無人島のサバイバル生活したんですけど、それとあまりルールは変わりません。まあね、水は最低限ないと死んじゃうっていうので、水は用意してるんですけども、今回もですね、食べるもの、それはもう自給自足で2泊3日やっていこうということで、野草とかあとキノコとかそういうのをね食べて2泊3日生き延びようと思います。ということでですね、今回用意しましたね、皆さん。1人ね、1冊2冊こちらです。食べられる草ハンドブック。まあね、ここにね食べられる草とかねいろいろあるんで、まあそれ見つつ、見るのはキノコですね。生えてるのキノコって。いや、あるんじゃない？ここら辺ないだけだから探検だよね、ほんまに。まだ見てないもんね。基本食べれそうなやつは2人食べてもらって、毒あるっぽいやつは俺食います。草は基本いけるよね、多分。意外とあるよ。ガチ？意外と食えないのあるよ。こういう花さ、あるやんか、黄色の花。なんか焼肉とかでついてくることなかった？あったあったあった。あれ食べれてるってことは食べれるのかね。キクラゲとかあるよ。キクラゲはないやろ、ここ山に。毒キノコだけ気ぃつけるの。これ毒キノコも載ってるんだもんね。多分載ってるね。オッケー。まあということで、今回はこの図鑑を頼りに僕らは自給自足していきたいと思います。そしてですね、あともう一個おのおの持ってくる道具、まだ言ってないんですけど、用意してきてもらいました。1人1個だよね。1人1個。迷ってくれにします。お、どれです？もういいです。はい。で、私が持ってきたものはこちら、ロープ。おお、めっちゃいい。これで寝るとことかもないやん、まず。やし、なんか仕掛けとかできそうだよね。確かに。いや、アブちゃんが確かに動物とかねしねえよ。仕掛けとかできそう。いやでもマジで家作るのに本当に必要やし、あと分かんないけど、もし釣り竿を持ってきてないと思うけど、それでかませないあるのかな。木にこう巻いて、ミミズとかちょっと巻いてこうやったら。でもそれこそ網みたいの作ってさ、それロープでくくってさ、一気にブラーン。いや、そんな簡単なことできないか。まあでも一応作れたなと思う。いや、素晴らしい素晴らしい。私が持ってきたのは万能ナイフです。最高。やっぱすごいね。ロープとかも切るものが必要じゃん。これなんかいっぱいあって、瓶とか開けれたり。あ、じゃあね、山で採れたワインとかも飲めると。そう、飲めるし釘も出る。すげえ。これすごくない？めっちゃ画期的。これ持ってくると思ったの。なんで？これナイフを絶対儀式感持ってこないなと思って、だからナイフも迷ったの。絶対みゆちゃんナイフ系来るなと思って。そう、ちょっと寝袋にしようか迷ったんだけど、ちょっと寝袋しゃばいのかなと思って。すごい。よくない？切れる。いいでしょ。もうもったいないよ。もったいないか。これ。いや、素晴らしい。使えます。すごいいいね。かぶんなかった。マジで。そういうこと。環境、これキノコとか見分けれる。すごっ。見分けれるか。すごじゃねえよ。見分けれる。だってキノコのちっちゃい虫とかおったら嫌やろ。やだ。こうするのもんね。で、僕こちらマッチです。うおー、めっちゃいい。いいのか。だって無人島で痛い目見たじゃん、うちら。まあそうだね。でもさ、山やん。ちょっと怖ない火事。確かに。はい、ということで3つ、マッチ、ロープ、ナイフ。すごいね、お前よくロープ選んだわ。いや、マジロープやばいね。で、ですね、今回はさっき言った、あ、無理だ、頑張れ、いけるよ。今回言ったお水ですね。はい、お水はもう大量。はい。で、今回山のルール的に焼き台を使わないといけないということで、焼き台だけ持ってきました。今回ね、ちょっとムシムシしてるからね、難しいのがね、火起こせるかなんだよね。あ、湿気で。木って乾燥してないと燃えないからさ。確かに濡れてるよね、木。うん。乾かすところから始まるかも。オッケー。まあということで、前回のルールと同様、携帯も没収でございます。はい、ということで携帯没収。はい、さよなら。まあ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 いいでしょう。はい。お願いします。行こう。じゃあね、今から拠点とかいろいろやんないと日が暮れて、マジで虫刺され野宿になっちゃうんで、しっかりと頑張りましょう。はい、それ早速やっていきましょう。はい、ということでですね、今から出発するんですけども、まあ事前にね、山に許可は取ってるんで、皆さん安心してください。ありがとうございます。それじゃあ行きますか。はい。拠点探し。レッツゴー。レッツゴー。貧血で倒れるとかなしな。なし。俺短パンだから虫刺されるとかもなしな。自分じゃん。自分の問題。でもひろゆきさんが X で言ってた。何？なんか我慢とか根性だけじゃ無理だから、マジでその熱中症にならない。冷房とか水分とか取ってくれって。え、冷房持ってきた？持ってきた。ありがとう。うちのちょっと壊れかけで水出てくるけど。あ、いいよ全然。いい。オッケー。筋肉痛なりそう。ね。なんか臭い。ね、わかる。ちょいちょいちょいって感じ。うんこみたいな匂いする。ね、あんた。お前じゃんに。うんこみたいな匂い。イントネーション違うだけでこんなおもろいんだね。うんこ。よしよしよし。絶対誰かうんこしたしてないて。てかやばいね、この山マジの山なんだね。ね、結構舐めてた。え、ごめんごめんごめん、ちょっと待って、急怖いやん。やばいやん、見てください。もうやばいよ、普通に足ペチペチするし。ブリキとかないの？ない。今しなこちゃんとか出てきてほしいもん。うわー、めっちゃ嬉しい。ピエンわたあめ食べたい。なんか1合目しなことか出てほしいよね。しなこちゃんも山仕様になっててほしいな。すごい、見てこんな感じ。なんか話すだけで虫入りそう。やばいよね。やばい。きっつ。ありふれた幸せに君はいらない。結構急なんだね。きついね。うわ、食べれる草だよ。嘘。これこれ見たさっき。いや、わかんない勘。結構食べれそうな草多くない？歩くだけじゃなくて探していくか。そうだよ。あと近いで寝ようかな今日俺。私小人。あとさ、使えそうな木とか持っていく？うん、そうだね。確かに。なんか燃えやすい木。でもここら辺マジで湿ってるよ。マジですぐ乾くようなカラッとした。なんか燃えやすいとさ、あとさ家建てたいやんか、寝るとこ。そうだ、拠点。そうだから太い木。うわ、濡れすぎを持ってきたい。太い。あ、めっちゃいい木これ。しかも杖代わりになる。でもさ、今こんなことやっても多分拠点できたら近くにあるで。オッケー。確かに。とりあえず山に登るといいことがある気がするから、平たい山とかを目指したいですね。平たい場所があったらそこを拠点にすればいいし、あと水が近いところだね。ちょっと疲れた。じゃねー。待ってよ。やっぱサバイバルはね、仲間を見捨てるのも大事なことですから。じゃあ岸君、クマ襲われたら見捨てるからな。確かにいいよ。だからもう3方向にみんなで逃げて、誰食われるか勝負しよう。いや、ルナミユちゃんと逃げるよ。逃げる、一緒に。じゃあ俺ミユの方に餌とかあげる、投げる。よいしょ。楽しいこと考えよう。よし、すき焼き。なんで飯食ってこなかったんだろう。びっくりドンキー。めっちゃ腹減る。食べたい。ビクドンのいちごミルクで山頂で乾杯。めっちゃ気持ちよさそう。帰ったらみんなでソフール。え、なんでみんなさソフール？あのヨーグルト。ああ、流行ない？ほんまにすごい体力お化けや。ちょっと滑るよここ。はい。マジでジメジメしてるから体力吸い取られる。休憩しよう。早くないかマリ早い。だってじゃないで日暮れて拠点も何も見つけれなくなるやん。じゃあなんか髪の毛一本一本落としていって。頑張れるな。だいたい6合目とかまであるよね。確かに富士山とかだったら右も左も変わらないけど、もう無理。険しい。険しすぎんか。でもなんか上行くにつれてちょっと涼しくね。わかる。ちょっとここ落ちたらやばいから気をつけてな。気をつける。そうだよ。いやそしたらお前落ちたら俺行くやん。お前最低だなリーダーじゃん。リーダーは死んじゃいけないんだ、映画もドラマも。ルナお前何してん。足めくってる。踏んでこけそうやねんさっきから。いいよ、追いかけるよ。いやいいよいいよ何を見せられてんのそこの GoPro は。一応頑張ってるよなんかめっちゃ気持ちいいんですけど。それな。食べれそうな実食べてみよう。本当にいいんだね、ボッツボツになっても顔がボツボツで助かるんだな。やばい、この木とかもう足場間違えたら口に。そうやさそうやさ。すごっ。あそことかもうあれじゃん、あばーばーばーなあ、うん、行こう。うん、めっちゃ暑い。もうちょっと登ってさ、うん、なんか拠点なさそうだったらさ、うん、下もうちょっと広がらないいいよ。あるんかねほぼめっちゃ狭い道じゃないここで拠点探す方がむずくねマジ毎回ここ登っとかなあかんのことだよ下から行って。確かに。てか下から聞こえない川の音。戻ろうやこんなとこ毎回さ獲物釣ってさ戻ってくるの大変よ。まあそっか、下で広がってみる。うん、うん、そうしよう。ルナの体力が心配だし。うん、ほんまにそうよ。ほんまにそう。お前どんだけないんだよ元気。なんか左足が痛いね。刺されないでよ。うん、この方があるけど。うん、下行ける？よし。キノコや。調べよっか。調べていい？いいよ。ガチで食べれるかも。キノコミエさんの方か。私の出番が来た。ちなみにさ、食いたくねー。いやいや、美味しいって絶対食いたくねー。あ、ここら辺か。わかんねー。いや違う、だから木にかかってるやつだから、うん、猿の腰掛け系だよ。猿の腰掛け、そうなんだよ。あるっつうの。あ、ここにさ、キノコ直感インデックスってあるよ。何それ。傘の裏がヒダで。いや、だいたいヒダ。そっか。じゃあそして一冊はもう一冊ある。あげる。でもこれ毒キノコの可能性もあるってこと？うん、うわ、Google とかだったらすぐ調べるからね。Google ってあれやで、最近、うん、CM でやってんねんけど、写真撮ったら、うん、何かわかるね。ガチで、ね、うん。ぬめりつばたけ、全然違う。おね、これじゃない？違うか。あっぽいぽいけど違う。わさびたけ。ありいる。あ、違うか。ちょっとしばし、待って。これでもないもんね。ブナハリタケ。でもそっちの方が形は似てる。細いよね、薄いよね。そっちちゃう？これやめとく？やめとこ？気になんない？こいつ食べれたらマジ熱いけどね。コメント欄で教えてほしいわ。いやもうその頃には終わってんだよキノコなんかな、私そうっぽいね。これでマジでいろんなのありすぎるね。ほら見て、こういうのとかもさ似てんじゃん。食卓に潜んでいた毒キノコ。でもさ、そういうのって食べたことある人がおるからかけるんだよね。そうだよ。そうだね。急性脳症を起こして死亡する。やだやだ、どうしましょう。やめますか。うん、一旦やめよう。てか、なかったらここまで戻ってこよう。お前も入れんな。自分で持て、一冊ぐらい。あと木の枝、持って帰れ。いいだよね。帰る、落ちるよ。ほんまや、ありがとう。下りバカバカ怖い。怖いよね、マジで怖い。怖すぎるよね。うん、一歩ミスったらドロドロドロなんやで。そうだよ、生きて帰れない。急いではないんですけど、ちゃんと気をつけつつ、普通に降りたらね、やっぱり時間が半分の速度になるわけですよ、速さ。先進んでもいいよ。先進んでもいいよ。はいよ。な、コケってなんでできてんやろ。うん？コケ。なんでほくろできんだろうぐらいはなんか。ずら。おもろ。キノコ。あれ？発見。うそ。なんか美味しそう。バリつま先痛い。ね、このキノコ食べれるのかね。なんかね、まあこれもちょっと見ておこう。これいけるやろ絶対。見た目にとらわれない。見た目にとらわれない。見た目に。あいつおい、これ調べんでいいの。お前チームワーク。いや、このキノコ絶対いけるって。いけるよな、一番キノコよな。キノコだよ。いや、後で取り行こうかな。来ないっしょ、ここまで。ここまでだって本当にご飯ないんだよ、俺たち。拠点探して調べた方がよくね。じゃあ別れる？いいよ。じゃあ拠点探してけ。私キノコ探すから。お前さ。あれ黒の何？そこの。絶対拠点探した方がいいから先。本当？このキノコと出会えなかったら。サバイバルの基本なんだけど、まずは衣食住の衣。うん。着るもの、食は最後。水はあればいいけど、水があったらもう食は最後。つな。衣食住。多分いいだ。衣食住ね。確かに。飯食えてもこんな虫まみれのとこで嫌だろ。確かに。え、シロアリおった。なんでシロアリってわかんだよ。え、動いてたシロの渦よりが。ウジ虫じゃなく。ああ、集合体や。次。ちょっと待って。山向いてない。見た目に。とらわれてんだろ。見た目にとらわれまくってるよ。竹下パラダイスさん一緒に行きたかった。見た目にとらわれない。ルーナ山向いてない。ルーナ山向いてない。とらわれない。さあ行くぞ。しょ。でっけえやぶ。お前らすごい、あれ山の崖にいる草食動物みたい。なんで？崖立てる動物いんのよ。可愛いってこと。面白いこの構図が。わちーす。大丈夫？大変だね、岸くん、男一人で。早く行きたいやろ。すごいなこれ。よいしょよいしょ。なんかさ、なんでさこんなにさ枝とか折れてんの。土砂崩れもあるんじゃない？災害的な、うん、だってもともとここ土かなんかあったんじゃない？そうだよね。マジで北海道に生まれてよかったなって思うんだけど、やっぱり氷の道とかを歩くのに慣れてるから、険しい道にあまり怖さを感じないし、ちゃんと滑らない歩き方ができてるのが北海道生まれの良さですね。口開けろ。一回先ちょっとだけ流す。いや。あ、待って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 。どん。いくよ。口開けろ。口開けなさい。お前だ、熱中症になったら。お前は無理。うまっ。綺麗にね。うまい。うまい。あ、うまいわ。よし、拠点探し行こう。よし。上は行った感じちょっと地獄編なんで、ちょっと下の方で一旦行きます。はい。なんかさ、水あるとこでさ近くがよくない？確かに。絶対その方がいい。なんかあった時にさ、もし燃えそうってなったら水持ってくるよ。こっちから聞こえるけどね。ね。ありふれた幸せ。めちゃくちゃ川の音聞こえるんだけど。うわ、天才。あいつらといたら日が暮れそう。うわ、マジで触れるよ。マジで日が暮れそうです。こいつらといたら。俺はもっとサバイバルを楽しみたいのに。あいつらピクニック気分だまだ。人生なめんなって話だよね。でもな、老後とかこういう場所で普通にひそひそと子供が自立してからとかに住んだらめっちゃ楽しいんだろうな。第二の人生って感じがしていいわ。さあ、ここで問題です。僕は結婚して子供が生まれ、子供がもう自立したらどっちの暮らしをしてるでしょうか。1、田舎の自然があふれたところで奥さんと過ごす。2、まだ六本木のキャバクラなどで飲み歩いている。3、離婚する。まあね、普通にコメント的には離婚みたいな感じが多いと思うんですけど、ちょっとガチで考えて予想してみてください。僕は60歳70かな60歳になった時に正解した方はなんか送っておきます。住所なんか応募フォームに送ってくれたら。やっときた、サバイバルなめ女。何、どういう回だもん。今何されると思う？自分投げられる木を、麺の中をグリ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 たこ焼きみたいにしたよ。もっと怖い。こういうのを持っていくべきじゃん、丸太みたいな。確かにまだ早い。拠点見つけてよ。じゃあお前これ持っていくのか、拠点。せーの、急く10。あいつテンション高いね今日。急く10。これめっちゃいい。ゆたれだよ、岸君、ゆたれ。うん、いいじゃん、持ってこ。大事なのは衣食住。山の中で差別は禁止。みんな平等。汗かいちゃった。落ちる。岸は落ちる。ルナミユの言うことは絶対。義士は奴隷。ほんまに一番男ってかわいそう。2対1がかわいそう。ごめんね。義士ごめんね。一番近づいてるよ、3つの川よね。ね、すごい。こっから川降りでしょう。行くぞよ。やばい。うわお、川。川へ行こう。川だ。最高。水浴びできる。降りるん気ぃつけよな。マジ水浴びしたい。岸君、めっちゃいい屋根見つけた。いらんいらん。一枚いる。だってここに紐さ、つらして魚さ干したらさ。いらんいらん。マジで。押したらいけそうやん。めっちゃおもろい。ロープでね。そう。これさ、一回さみちゃん持って下に落とすわ。一回下落とすな。ちょっと待って。そしたら荷物なのよ。みーさん、GoPro 頼んでもいい？いいよ。これ絶対持ってきてどうにかして。落とせばもう。おい。落としな。ギスクじゃどうじゃ。いいよ。じゃあギスクも落とせな。落としてな。はい。いける？こんなような気めちゃくちゃあるやん。ルナ。指解放干しや、これめちゃくちゃ川。山のさ、こういう登れって何やったっけ？登山でさ、親指外反母趾ってあんま聞かんよな。聞かない親指の外反母趾痛くて向いてないわ。やばっ、川超気持ちいい。行くか、こっちから。どうやって行くん？俺が行き方を教えてやる。濡れないルートで。濡れないルートがいい。濡れないルートを教えてやろう本当かよ。じゃあ行くぜ。はい、俺が案内してやる。手貸したのかいや、お前話すからやだ。どんだけティラミスケーキ石、これ危な。いける？え、ギシ手貸してあげな。いや、ちょっと待って。あ、いけるよ。いや、ここが危ないよ。怖い怖い。ああがこっちから来るからね待って、これ石危ない。無理、もう立てない。みーちゃん来い。石危ない。石気をつける。行けオッケー。オッケー。じゃあ俺がちょっと先陣切って行ってみるね。まず川の注意点。ちょっとでも濡れてるところ、そこマジヌルヌルするから、ローションだと思ってペペ。だから濡れてないところを攻めよう。ペペ。僕ルナいける？ルナカメラいける？いけるよ。ほんなくていいよ。ちょっとポイントは他のポイント。まあちょっとこう踏む時も確かめる。はい、そこはどうやって行くんですか？終わり。じゃあ一回試しで行って。木近いや、この木。大丈夫？おお。行きます。頑張れ。オッケーオッケーオッケー。で、ここに左足。滑った。はい。そうそうそう。いや、ここジャンプの方がいいじゃん。ちょっと待って、いいよ。一回でね。やーお頑張れ。こっちに体重かけるね。オッケー。そうそうそう。ナイス。兄ちゃん反対にかけ。お前バカだよ。こっちにかけ。そうそうそう、重い方に。そう。濡れた？濡れてない。これ防水だ。オッケー。いけるか？ここ超拠点じゃん。うわい。危ないわ。みーちゃん気をつけて。いいよ。大丈夫？うん。オッケー。いける？うん。いい、めっちゃいいやん。めちゃくちゃいいやん。困るそうかな。ボロ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 。いや、みーちゃんの後ろ歩こう。クモの巣おい木折れたんやばかったな。マジでめっちゃおもろかった。事故映像だったね。てかここめっちゃよくね。やばい。ここにしようや。ここあり。ということで、はい、まあ拠点を見つけたんで、はい、ちょっとここから別れようかなと。はい、僕は木と寝床を作ろうかなと思ってます。はい、ありがたい。二人はその間食料を探してきてほしい。じゃ、マジで腹減った。本当にお腹空いた。本当に減ったよね。腹立つもん。朝もっと食べたくなかったよね。いや、わかる。わかる。食料ね。うん。魚とか取れたら暑いけど。いや、本当に暑すぎる。行くか。頑張ってくるわ。オッケー。あ、待って、その前にナイフとロープください。なんか逃げそう。本当に。さっき何やったっけ、この中で極限状態になった時にもし、まあ、人をね食べるとかなってねないけどなった時にどうする。ほら極限状態になってる人いる。脱げ弱い。そんな中でも性欲が勝つんだよ。じゃあ行ってくる。じゃあね、頑張って。日が暮れる前に会おう。おう、いってらっしゃい。バイバイ。一旦魚を見た。え、魚おりそう？全く。全くいない。ほんまにおらんよな。全くいない。行くわ。ついてく。食べれんじゃない？いけるよ。いけるよねこれ。見ようか。これね、うん。でもこれバカ硬い。ないか。ここに。ここはこいつはダメなのかもね。行こう。うん。あるかな。ねえ、これ笹の葉じゃね？笹の葉って食べれる？パンダ食べてるよ。パンダやからじゃなくて？そういうことか。うん。これは？じゃあな、ちょっと違う。でもこの葉っぱとか食べれそうだけどね。なんか本当に動物でそう。うん。早めに取って早めに撤収しよう。うん、はい、ということでまずですね、僕らは YouTuber なんで寝床よりも先にまずは火起こしするところと、あとは椅子を作ってこのいい画角を提供できるようなものを作ろうと思います。まずね、本当にこういうのは絶対椅子になるんだよ。で、ここを火のスペースにしようかな。一応ね、やっぱり雰囲気は大事なんで。あいつらうるせえな、おい。まあ画角的にはこう真ん中だとしたら、まあこんな感じ、火やりながらなんかするみたいな。ちょっとこういうのだけでモチベになるからね。みーちゃん、これはん？カドリ違う？え、じゃん、そうじゃん。揚げる、炒める、茹でる。え、私イタドリ一番食べたかった葉っぱ。ショゴ、これどう思う？これこれこれやん。ほんま？しかもさ、この近くにそれもあるよ。これ、これ、これ。あ、ほんまや。ね。鋭くだみやって。食べれんの？食べれんの？食べれる？あ、でも茹でる揚げるしかかも、それは。油ない。ないよな。こっち？持ってく？そうしよう。え、待って、ルラたち今日ご飯これだけ。今んとこね。手袋に入れるわ。うん。嫌だ？いや、いいよ。ちょっと落ちるの嫌やからさ、うん、そう、あ、これじゃない？ほら、もう似てる。これやんな。炒める、茹でる、つける。炒めれる。炒めれるよ。炒めよう。わ、なんか美味しそうな葉っぱ。このギザギザね。この葉っぱ食べたい。結構ギザギザやね。うん。あ、これ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 。これ？三つ葉？三つ葉じゃない？あ、でもさ、なんか柔らかいでこの。柔らかいよ多分これ。葉は三枚に分かれてて、三枚か。違うわ。違うか。ないか、ないか、これ食べれないか。うん。なんか待って、ここら辺の葉っぱあったよね。いっぱい見た。めっちゃ綺麗葉っぱ。食べれないんだ、ここがいい。ね。待って。こういうのない？三つ葉、三つ葉。あ、三つ葉それじゃない？え、これだ。三枚？これ三枚になってる。三つ葉だ。三つ葉だ。三つ葉？いっぱい取っとく？取ろう。これいっぱい主食にしよう。あともう一個あったよ。正直ここがいいかなって思いました。強度はいいんだよな。あっち行けー。まず第一柱完成。映えるんじゃない？ちょっと。こっからなんですよねマジで。裏見てみる。なんかあんの、毒キノコって。そういうなんかそこにまずヒラがあるかないかみたいな、うん、怖いよな。でもこんなとこに生きてるとしても、うん持っていく。一回後であっちに調べようか。木のやつを持ってきました。雰囲気大事だからね。おかえり。ということで、帰宅。マジ疲労困憊じゃね。やばい。これが1日目やばいね。もう僕はもうこの焚き火セットとこの木はそこにあったやつなんだけど、奥の木、あれもう川のとこにあって、それをなんかよいしょガーンって縛り付けて固定して、さあ屋根作るかーって思ったら帰ってきた。あ、そうだったんだ。でもすごいいい木だね。ね、これちょっとめっちゃ支えになりそう。あれを土台にして結べば寝れるかな。ああ、なるほどね。何取ってきた？キノコ取ってきた。食べれる？でも調べたところ何種類か似てるのがあってやめといた方がいいそう。あとは？あとはこの葉っぱこれは食べれる？一応あそこでパパってしたのがあった。これは今からやる。なんか木あった方がフルーティーかな。うわめっちゃ嬉しい。こもるかな。マジでお願い。プールとかしたら行けみたいな。後からね。行きます。ピって怖いな。あ、ダメついたんじゃね。行くよ。出てきて出てる。置いていくね。ねえねえ大丈夫。恥ずかしないで。めっちゃ映ってきた。この間調べる？確かに。食べれるそれが無理やったから、これは？うわーすごい。映ってきた。やっぱ火って最高。完璧。ナイスです。1個しかなかったんだよ。めっちゃ重いし。いらっしゃい。頑張れ。めっちゃいい椅子だよそれ。めっちゃいい。持ってきていい？あんの？ほら。え、すごっ。これ。マジやん。借りる？いける。借りた。借りた。いける。寝床だけさ欲しいからさ、みんなで協力して板持ってくる。ね。これどう？めっちゃいいんちゃう。太すぎん？あ、折れた。太すぎん？どう？はい。あ、そいつ用なの？そいつ長いし細い。あ、おい、焚き火コスパ悪すぎるだろ。誰か手洗わん？一緒に行こう。俺も洗いたい。行こう。このためめっちゃ生き返った。わかん飲めんじゃない、てか流れてない水は飲まない方がいい。ああもうきれいな水。そう流れてるってことはきれいな水が湧き出続けてるってこと。最初はグーじゃんけんほい。普通に飲めるよ。なんかトトロのメイちゃんみたいなの。いきます。はい。美味しい。あ、普通や。いやもうそうおい。葉っぱ洗ってくるか。さっき言われたばっかやればよかった。なんかさ、紐に結んでこの揺れたら誰かさ、下でこう洗って。して。で、一回やろう。いいよ。もう火一回これ OK やから、一人見といたらいいね。確かに確かに。で、もう一人二人組洗い。てか、あれだね。一人はキープした方がいい。確かにね。じゃあさ、じゃんけんで勝った人がこの日管理できる。負けた2人が葉っぱ洗いに行く。今日のご飯の葉っぱ。リスクと他人にやったけど、カップのじゃんけんで変わるね。で変わるし、勝った人がこれをもともと取ってた人に。おいなんでやねん。やばい。感謝される人。だからリスクにはどうしても勝ってほしい。確かにそう、勝ってほしい。じゃあ最後お願いします。勝った人がこの責任者になる。あ、ダメ。オッケー。一番感謝される。オッケー。今日一番感謝。オッケー。せーの、最初はグー、じゃんけん。はい。やー。やばい。マジでやっぱギスすげーわ。この日。感謝する。ありがとう。ありがとう。いいよ。じゃあ、雲のやつやろう。じゃあ、私が下に行くわ。この私に巻いてくれる。燃えないのシーズン。だるいってもうだったらさ、私が葉っぱ持っていくから、私に引き上げてもらって。うん、よし、いくよ。まあせーマジでいくわよ。あ、元気。座れ、あれさ、火の管理人だから一番偉いさ。あのね、近所のね、最近こうしてきた火の人だよ。になってます。私これね、娘。私ね、火の管理人をやってるの。ご飯食べる？じゃあ行ってきます。一回服に降りてゆっくり。いい、これめっちゃいい。いいね。あ、じゃあ、いて、いきます。はい、めっちゃ赤い。すげえ。やばい、アイテムだ。じゃあこれ採用で。これありがとう。よし。ゆっくりよりや。大丈夫。めっちゃ楽。いくよ。やばい、もうここに夢中だった。ありそうだ。やばい。怖い。これ置いちゃっていい？刺していい？いけてるわ、ここ。じゃあ、いただきます。うん。美味しい。美味しい。わあ、でも本当食べてほしいわ。こんな。めっちゃ腹立つ味してる。マジで。いただきたい。よし、食べてみよう。いってらっしゃい。いただきます。も気も消えて、まあ、多分もう暗いしやることもないので、一旦今日雨降らなさそうだから、まあ、やりなしのベッドで寝て、明日朝早くから起きて釣りに行ってみたりとかする、そうね、とかそこを完結したよね、明日中にはって感じで、はい、はい、おかつけして寝たいと思います、はい、じゃあまた明日会いましょう。ちょっと完成させとこうかな、ね、頑張ります。ありがとうございます。今日こそなんか食べたい。ほっと腹減ってる。うわっ、大丈夫？ルナIt's